箱根登山鉄道家100系、家200系客車は、箱根登山鉄道が、同社工作専用に1995年に、投入した、ケーブルカー車両。工作船の設備更新工事が行われた1995年に、スイスベルンのガングロフ社にて製造され、同年3月16日に運行を開始。関東のケーブルカー発の二両連結車。 日本国内のケーブルカー発の冷房車として登場した。ゴーラ側が K100 系、総運山側が K200 型となっており、戦闘武装化には編成番号が記され、101から201が HT1 編成、102から202が HT2 編成を名乗る。塗装は、それまでの小田急ロマンスカーアンセと同じオレンジ、グレーからヒセと同じ赤白になった。 室内にはクロスシートが配され、連結面側のみロングシートになっている。吊り革も優先席前にのみ設置されている。定員は1両で126名、2両での最大乗車人員は251名となり、登山電車3両分以上の輸送力を誇る。パンタグラフは各車線頭部に1機ずつ搭載され、当初は騎士型のものだったが、 後年シングルアーム型に変更された。側扉は平行四辺形状のもので斜めにスライドして開閉する。研修作業は早雲山駅で行われる。このため早雲山駅構内の線路はピット構造となっている。なお、設備更新工事では大型車両に更新されることから軌道強化が行われ、巻紙機もスイス、フォンロール車製のものに更新されている。 その後、2020年春にかけて、工作船の設備更新工事が行われることとなり、統計式は2019年12月2日の最終運航をもって引退し、翌12月3日に解体のため搬出された。なお、台車のみ、翌2020年により、運航開始したケ重家20型に流用されている。ありがとうございます。